どこから話そうかなと考えると、また私の口下手発作が始まってしまうのでね、もうカメラのタップのボタンを押すというかタップしましたよ。いやー、危ないところでしたというか、まあ仕事を辞めなくて済んだと。そして、パルルさんにも、嫌われていたのではという恐怖、それがまあ勘違いであったと。まあ良かったですね。で、一応この仕事を辞める理由と、この前の、もし無職になってたです、まあそのパルルさんが辞めても辞めなくてもご自身は辞めることを辞さないみたいな、そういうことでしたっけ。ちょっと私ビデオ2倍速で聞いて、それからしばらくしてからビデオ上げてるんでね、ちょっと情報があやふやなことはあんまり言わない方がいいですかね。まあ、皆さんもね、このビデオをご覧になればどういう状況かってわかるんでね。で、いやー、やっぱり巨乳女子モテますよ。いやー、羨ましいって言っちゃいけないんですけれどもね。なんかあやめ先生も決して小さくはないけれどもっていうふうに、まあそういうことだったじゃないですか。まあ姿勢がいいと。そして、決して小さくはないって、もう名セリフっていうか。いやで、いや、またね、私メモとかしてから話そうとするとなんかこう棒読みみたいになっちゃうんで、メモなしでいきますよ。で、まあ婚活系 YouTuber の日常様の、まあ、エピソードの数々は、まあ、なんかこの創作じゃないかって、雲の自由座さんっていうすごい背の高い視聴者様がいるんですよ。数字忘れた。187センチぐらいのすごい背の高い方が私の動画聞いてくださってて、雲の自由座様って方ですけども、創作疑惑についてどう思いますかってこともおっしゃってたんですよ。もう半年以上も前の話なんですけども。で、まあ私映画とかドラマとか好きなんで、あんまり創作とかそういうのあんまりムカつかないんですよ。例えば、ところがですね、なんか大河ドラマみたいなそういうものだと、ちょっと創作だとちょっと何なのよとか、世界史のテストに出たらどうすんのよとか、それは思うんですよね。チューダーズ背徳の王冠なんかでも、なんか創刊で誰がどこの国の誰々と結婚したっていうの、その間違ったまま覚えて、それがテストに出たらどうすんのとかも、まあそうは思うんですけども、だけどまあ YouTube なんでね、まあいいんじゃないかなとか思いますよね。で、まあ車とか自転車とか、だけど有名な銀歯さんって方は車もバイクも両方とも持ってるし、まあいいんじゃないかなとかも思うんですよ。で、まあたった一つだけ、もしこれが創作だったら、私は腹渡が煮えくり返って、血液が逆流してて、それはですね、あやめ先生のことをですね、ラブ&フリーダムさんはもしかして、あやめ先生から普段優しくされて、優しく包まれてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なぜかというと、このフレンチに順番、今このフレンチの店に順番ずつで声かけしているっていう、そういう話でしたよね。そのお友達がフレンチのお店を、まあ、脱サラかなんかしてやってるって。で、それのことだけじゃないんですけども、ラブフリーさんはそのお母様、まあ、東大だか一橋だか知らないですけど、お母様のことやら、あとはまあ、ご自身の
まあ、幼稚園から大学、大学院までの周りにいた同級生の女性たちからして、まあ、わかると思うんですけども、まあね、悲しい現実でですね、まあ、上級国民とか、まあ、いわゆる、いい学校に行ってる人って、美男美女が多いじゃないですか。でですね、そういう女性弁護士とかする人で、その美人っていうのはそれ、本当だと思うんですよ。なぜなら、そういう、なんかこう、女医さんとか弁護士さんの女の人って美人が多い、その、いわゆる芸能人顔じゃないかもしれないけれど、整った綺麗な顔の人多いと思うんですよ。で、もっとついでに言うと、穏やかで優しい人が多いと思うんですよ。で、私自身は、ブルーカラーの仕事をしているんですよ。犬の散歩とか、エアビー&ビー、民泊のホストとか、もう誰でもできる、もう、クソみたいな仕事してるんですけども、時々会うんですよ、そういう人たちと、まあ、優秀な人たちと。で、穏やかな人が多いんですよね、金持ちとか。なので、あやめ先生からは、本当は、普段から、優しく包まれてるんじゃないのかいってふうに私は睨んでおりますよ。で、じゃあなぜ、あやめ先生のことを、まあ、雷が落ちるとか、そういうふうに言ってるかというと、もしかしてそれ、読者サービス、まあ、読者って言っちゃおかしいかって、視聴者さんとか、登録者さんに対するサービスなのかなとか思うんですよ。ラブフリさんってただでさえ、なんかいろんな人から嫉妬されてると思うんですよね。背は高いし、大学院まで出てるし、小学校、幼稚園の時からずっと私立でとか、そういうのはいろんな人から嫉妬されてると思うんですよ。そんなこんなで、で、女性上司からも優しくされてたりとか、で、そんなだと、視聴者の方たちが怒り狂う危険があるから、なんかそのこのあやみ先生から普段っていうか、まあ、仕事上とはいえこうね、まあ、怒鳴られたりしているって言った方がなんかこうで、そので昔ながらにそのなんかこうエリート女子は髪振り乱して可愛くなくてっていうのは、なんかそれももう昭和のあれだとは思うんですけども、で、それを信じてほっとしたい人もいると思うんで、それで読者サービス、コミックとか小説でいう読者サービスみたいな感じで、あやめ先生のことそういうふうに描写してんのかなとか思ったんですよ。で、なぜそれで私、腹渡が、煮えくり返るかと言いますと、私、高身長の女性とか、高スペックの女の人こそ結婚してほしいって思うんですよ。で、優秀な、子供たちをボコボコ産めばいいんじゃないかみたいにちょっと思いますよ。まあ、ちょっと今はその反出生主義のことはちょっと忘れてください。私も全部理解してないんでね、その反出生主義とは何ぞやというの分かってないんで、で、まあ、その、まあ、国全体のレベルを上げるためにも、その、まあ、高スペックの女の人たちが、まあ、その、たくさん結婚して、すれば、したらどうかな、みたいに思うんですよ。まあ、私は低スペックなんで、たった一人しか、まあ、子供は、まあ、いないんですけども、まあ、こういうね、美人で頭のいい人です。で、そういう人って性格も穏やかで、性格のいい人多いと思うんでね、そういう人に、そういう人に、餌付け、種付けとかした方がいいんじゃないかなって思うんですよ。まあ、パルルさんも、どうやら、まあ、巨乳だから偏差値低いんだろうとか、ちょっとそういう安直なことは私言わないようにします。丸。で、税理士の勉強なさってる方だから、まあ、
頭のいい方ですよね、パルルさんもね。いやだけどもね、私あの巨乳の人はちょっとね、あの素直にあの応援するのがちょっと素直になれないですよ。なぜかっていうと、あのそういうねモテる人、あの巨乳とかモテる人は多分ね、あの中学1年生ぐらいの時からあの男を切らしたことないと思うんですよ。だから巨乳なんですよっていうのは、これは私のひがみで言ってるんですけども。でそのパルルさん の友達がその、パルルさんの前の彼氏と浮気したと。それがいつでしたっけ、何ヶ月前か、まあ、寒い時期ですね、ちょっと 何月とは言いませんけども。でそのお友達が今年の夏にコロナ婚令和婚だからするとかって、でその相手の男性が元カリかとか、ちょっとそれはこの最新のビデオでは、まあ、ちょっとはっきりとは出てこなかったんですけれども、いやパルルさんはねすぐに男の人現れますよ。もうね、あのいわゆる男好きする人で、そういうモテる人ね、もうすぐ次がね現れますよ。でちょっと今の私の言葉はですね、あのその巨乳女子に対する嫉妬心から出てるんで、ちょっと私は本来だったらラブジーさんのこと応援しなきゃいけない いけない立場っていうか、まあ、いけないんですけども。で、あのそうですね、あのちょっと話がちょっと混乱してしまいましたね。なんか今あのちょっとラブリさん、あのなんかプチ源氏物語状態じゃないですか。なんかあのお使いでそのコルリアのママさん あのゾクッとくるような熟女の色気をこうなんかこう見て堪能したりですとか、あと綾音先生は多分綾音先生普段から優しいんじゃないかなとか思うんですよね。ででパルルさんのこのパンケーキのこれ、いやあのなんかこれ絶対妄想が入ってるだろうとかって思うんですよね。あのそのラブフリさんのファンの方で、あののびのびなんとかさんっていう YouTuber の方がいて、すごい面白い動画を上げてたんですよ。でその方のように私ももうズバッと言った方がいいぐらいなんですけど、私はもう奥歯に物の挟まった言い方しかできないんで、あでも奥歯に物あのちょっとズバッと言いましょうかね。このねあの生クリームがあの僕の何々だったらよかったのになとか、で僕のあの口に入ってくるふわっとしたパンケーキがパルルのなんちゃらかんちゃらだったらいいのになって絶対思ってると私は睨んでおります。で、あそのパルルさんがもうすぐにでも彼氏ができるかもっていうあれですけども、あでそのパルルさんの友達で結局美人は美人同士でつるんだり、可愛い女の子は可愛い子同士でつるんだりなんかするんですよね。まあ、だからこそパルルさんの友達もまあね人のあの元彼多分かっこいい人でしょ多分ね、それを奪うだけのまああのまあクオリフィケーションまあっていうのがまああったんじゃないかなっていうふうに思いやすね。まああとは事務長さんのことが心配ですね。あのアルバイト週に3回ってどういうことですかね。あの事務長さんも月曜日から木曜日なんですかね。そしたら週3日とかバイトできるでしょうけども、ちょっと体ガタガタになって、それであの小料理屋の奥様のママからも何の見返りもなかったらどうすんのとかちょっと思うんですけれどもね。まあそういうことですね。まああのラブリーさん、あの高身長女子とかあの高スペック女子に光を当ててください。まああのパルルさんもどうやらね、まあ、税理士になりたいってことは、まあ、高スペック女子の端くれの方なんだとは思いますけどもね。はい、ということで15分になってしまいます。ありがとうございました。